おはようございます、ミリアです。今日は Get Ready With Me まではいかないんですけど、出かけるまでメイクしながら雑談していこうかなと思ってます。今ワンちゃんのご飯とかもろもろ家事を終わらして、今から洗顔して化粧していきたいと思います。それではどうぞ。まずは洗顔してきます。こちらメラノ CC のディープクリア酵素洗顔、これ最近買って結構安かったんですよ。もう1000円しないくらいで、結構大容量の洗顔を使ってます。酵素洗顔だからすっきりするし、まあ、ビタミン C で夏の時期はいいかなと思って使ってます。こういう泡立てネットを使ってます。でもなんか泡立てネットちょっと買わないと新しく、あわあわにしてから洗顔していきます。よし、よし、洗顔完了。化粧水、化粧水、最近はこれキュレルのモイスチャースプレー、お風呂上がりとか洗顔後一旦これつけて、まずは保湿って感じでしてます。髪の毛をさ拭いたり、体拭いたり、ボディクリーム塗ったりするじゃないですか、お風呂上がり。その時に何もつけないの怖いので、まずは第一段階で顔にね何かしら塗ることが多いです。よし、これでこのルルルのパック、これはデイリーパック、ちょっと薄めで、まあ、毎日使える。5分くらいとかじゃない？5分10分か。これつけてお家のことしたりすることも多いんですけど、ルルルンってさ地方とかでお土産屋さんに売ってたりするじゃないですか、沖縄とか京都とか、そういうのでまとめ買いしたりします。しもらうことも多いかな、地方のお土産で。よし、5分経ったので取ります。で、美容液、美容液はなんか試供品おまけでついてきたのを使ってて、トリロジーの美容液、結構こってり系で私は好みなんですけど、なんか試供品系って旅行に持ってったりもするんですけど、なんか旅行先でさ化粧品が合わなくて荒れたら嫌じゃないですか。なんで私は割と家で使い始めるっていうか、もらったその日とかにもう使っちゃうことが多いです。特にコロナの時とかさ、あんまり旅行行けなくて溜まっちゃうのもあれかなと思って、最近は使うようになりました。よし、乳液はドクターシーラボの ACG エンリッチのクリーム。なんかこの間自分で予約していた皮膚科に行ったら、お医者さんの方と話が弾んで仲良くなったんですよ。お医者さんが言ってたのが、みんな好み焼きを叩くようにこうお肌はペチペチしてスキンケアするけど、なんかそれじゃダメでみたいな、クレープをこう広げて鉄の熱いところに沿わせるぐらい薄く柔らかくやらなきゃダメだよって言われて、最近はそれを意識して、すごい手のひらにあんまり力入れずにスキンケアするようにしてます。ではスキンケアは完了したのでメイクしていきたいと思います。今日は撮影なので髪はしていただくので顔だけやってきます。まずはメイクアップベース、クレドボーポーテのボワールルミヌの美白プレメイクタイプ。これは下地だけど、まあ、日焼け止めとして兼トーンアップっていう感じで使ってます。4日前くらいまでバリに行ってたんですね。そしたらバリのホテルとかご飯屋さんがもうクーラーガンガンすぎて、喉と鼻がやられて、風邪までは行ってないんですけど絶好調ではないんですよね。ずっとバリって湿気多いのかと思ってたら、思ってたよりもカラッとしてて、プラスその室内はクーラーガンガンであんまり暑くもなかったんですよ。汗もかかなくて、だから日本人にはちょっと寒かったです。ファンデーション、クレドボーポーテのタンククレームエクラ。ホテルに行くときは乾燥してるからさ、なんか空気清浄機とか加湿器とかあったらつけようかなと思うんですけど、ホテルの空気清浄機って空気を清浄にするものだけど、この機械で綺麗に本当になるのかなって、この機械自体は大丈夫かなって思っちゃうタイプなので、いつもバスタブに
結構厚めのお湯をためてそのまま寝るんですよ。お湯ためた状態で使ったバスタオルとかも椅子とかにかけたりして、なるべくこう湿気るようにして風邪ひかないように過ごすんですけど、今回のバリは面倒くさくてそういうのもしなかったから喉がイガイガしちゃった。 OK、 次はコンシーラー。コンシーラーはクリオのもう多分何回も紹介してる、20歳くらいの時に目のクマの、 あのクマ取りをしたんです。脱脂っていうのかな、メイクでさクマは隠れるじゃん、こう色をのせて。クマが膨らんでてそのメイクじゃ隠しようがないっていうか、それがなんか嫌だなと思ってクマ取りをしたので、なんかそっから気になんなくて、あーやってよかったと思って、まぶたの裏メスかなんか入れて脂肪を取り除くんだけど、顔に傷がね全く残ってないんですけど、それをやってはもう一番やってよかったって。もともとこっちの方が多くて、その脂肪がこっちを面取ってくださいって言ったんだけど、まだねこっちの方が地味に重いんだよね。あの膨らみが左右対称じゃなくて、こっちだけもう一回やろうか悩んでるんだよね。ぐっすり寝てたり調子いい時は特に気にならないんですけど、睡眠不足とか体に負荷がかかってる時はの左右の非対称さが目立つ気がして、これからさ結婚式したりなんか大事な節目にさ、やっぱ一番可愛くいたいなと思ってて、それまでにやろうかなって悩んでるんだよね。でも片方だけだし、多分取る量も本当に少ないからダウンタイムもないと思うんだけど、どうしようかな。ハイライト、これもねずっと紹介したクリオのプリズムエアハイライター、今年の2月とかだったっけにアートメイク眉毛したんだけど、ちょっと薄くなってきちゃったな、リタッチしようか悩む。でもアートメイク眉毛特にめっちゃおすすめです。すっぴんだってわかるのって結構眉毛のなんかゲジゲジ感とか薄さとか髪色に合ってない感じとか結構大きいなと思って、眉毛をね綺麗にアートメイクしてから割とそのすっぴんで出かける時もリップと日焼け止めだけ塗ったら、まあ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 なんとかなるようになったんですよ。眉毛って本当に大事なんだなって最近思ってます。だから眉のアートメイクもやってよかった、ランキング結構上位かも。眉毛はソッポだっけのやつアートメイクしてるんで、そのなくなりかけてるところを埋める感じで。チークはオレンコスのベアブラッシャーの02番オランジェット、結構薄めでチーク感がない、なんかリップとか目元とかをメインにしたい時はこれぐらい薄いチークを使います。アイシャドウ、こちらのスックのシグニチャーカラーハイズの10番、でもね左上が割れかけてるんだよね、最近買ったんだけど残念。昨日なんかあの年に1回愛犬の健康診断、なんか人間でいう人間ドックみたいなのを受けさせに行ったんですよ。1年に1回受けてて去年から1年経ってたんで、でもうそれは血液検査、エコー、尿便検査、レントゲンとか、まあ、体重測定とかいろいろするねやつがあったんだけど、もう本当にあの猫ちゃんワンちゃん、まあ、その他ペット飼ってる人はね絶対に受けてほしいなって思いました。なんか私やっぱりワンコ大好きだし、できるだけ仲良きして幸せに生きてほしいと思ってるから、ご飯とかも気をつけてるし、なんかお散歩とか、まあとにかくストレスなくワンコに対して健康的なね生活をね、あの2匹は送ってるんですけど、なんかそれでも尿検査でちょっとなんか尿がアルカリ性で平均値よりは、まあ別に薬飲んだり手術したりとかじゃないんだけど、ちょっとご飯変えてみましょうって言われたんですね。尿結石の元となるものが顕微鏡で見たらあって、それがその元が集まっちゃうと石になっちゃってみたいなこと言われて、びっくりしたけどやっぱり良かったなと思いました。その昨日行って採血とかしてるから、もちろんねちょっと痛い思いとかもしてるかもしれないけど、それでもこう石ができてなんか体調悪くなって入院してとかになる前にその気づけて、食生活をね1回1ヶ月間くらい改善して尿結石ができづらくなるカリカリフードに変えて、アルカリ性の数値がどのぐらい下がるかを見てみましょうって言われてやるのよ。だからもう本当に
飼ってる皆さんは言ってほしいなと思いました。これからさ、加齢とともに病気のリスクとか確率も増えたりするじゃないですか。 なるべく早くに気づいてあげられるって本当に大事だなと思って、ワンちゃんドッグおすすめです。私が行ったところは2パターンあって、その割と精密な検査するのと簡易的に健康診断するみたいなのがあって、簡単なのが1万5千円くらいで、ちょっと精密なのが2万5千円くらいで、2万5千の方にして、なんかもうなるべく自分が親の責任としてそういうのやらなきゃなって思いましたね。リップどうしようか、こちらにしよう。スナイデルのピュアリップスフレの01番、これはねマットリップなんですけど、全然カサカサしなくて色はね落ち着いてて肌なじみがいい感じ。私もそんなこと言ってる前に行かないと、人間ドック今年行こう絶対。区のなんか無料検診とかあるじゃないですか、そういうのはもう絶対に行くようにしてます。20歳超えたくらいから1年に1回子宮頸がんの検査と、まあ、乳がんの検査は行ってて、乳がんのはエコーっていうのかな、ジェル塗ってやるのをしてて、早くに見つけたり気づくのが大事じゃないですか。特に子宮頸がんってなんか最近みんな自分がそうじゃないと思っててもうなりがちというか、だからちゃんと動画を見てるくださってる女性の方、まあ男性もですけど、定期検診行きましょうね。めっちゃ真面目なさ動画になっちゃったけど、月3回産婦人科に通って、血液検査の結果も見に行ったのか、だから月4回くらい行って、いやいや無理でしょって思っちゃったけどね。なんかめっちゃ通わなきゃいけないじゃないですか。で私が行った時は、行った病院は普通に不妊治療の治療をされてる方とかも男性も女性もいたと思うので、待ち時間に仕事しながらやられてる方とかもいて、簡単に子供の話とか妊娠とか結婚の話ってしない方がいいなってなんとなく思いましたね。悩まれてる方とか真剣に向き合ってる方がたくさん多いから、2、3年くらい前の私だったら安易に、例えばなんか結婚した人がいたら子供何人欲しいのみたいなことを言っちゃってた気がするんだけど、そういうのもちゃんと相手のことを思って話していかなきゃなって思いました。とにかくこの YouTube 見てくださってる方、健康に気をつけて幸せに暮らしていきましょう。髪はねこのまま行くんで、あとは準備して出かけたいと思います。それではまたねー。